かわいいガールジャパン。11月の16日にシングルブギウギナイトを発売したということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。揚げぽよー。揚げぽよー。でも本当揚げぽよな曲じゃないですか。そうです、ね、超揚げぽよな、ね、感じですよね。はい、今9月からずっとガールネクストバーの上がるをテーマに、はい、テンションの上がるも揚げぽよな曲を連続リリースしててですね、そのブギウギナイトが第3弾になるんですけど、これからこう年末に向けて忘年会とかクリスマスパーティーとか多分パーティー行事が多いじゃないですか。多いですね。でそういう時に久しぶりにこう1年ぶりとかに会う友達とか絶対そういう集まりあるじゃない、そういう時にちょっとこう久しぶりに出会ってかっこよくなってた彼を見て、あ、ドキみたいな、可愛くなってた子を見てちょっとこうおかわり頑張っちゃうみたいな、そういう恋愛も挟みつつなアイデアソングになってます。いいですね。揚げぽよいいな、だし聞いなんか聞かせてもらったんですけど、ありがとうございます。マジ揚げぽよとか思って、はい、全長乗れるし、はい、マジ揚げみたいな、はい、とりあえずマジ揚げみたいな感じでなんかね、ちょっと振り付けとかも自分でちょっと考えたりしてるんですけど、ブギウギブギウギパーリーナイツで、あでもなんかライブでみんなやってくれたら超嬉しくないですか。そうそう、ライブでね、ブギウギナイト歌うとこうみんなこうやってやってくれてて、すごいもう自分もそれでテンション上げになってます。そうですよね。上げっぽよ。私たちのグッズがあるんですけど、その、ジュリ戦見た感じなんですけど、ガルネクファーセンスを略してガルセンって呼んでて、まあファーなんですよね、センスの部分とか。でここに持つところにちっちゃなチャームがついてて、それはガルネクスバーの、キャラクターにガルネコって言うんですけど、そうそう、そのこのチャームがついてて、色が、ファーの色が白とピンクとショッキングピンクとかあったりするんですけど、超可愛いですね。そうそう、結構これが人気で私たちのグッズでも、はい、いいしかライブの時とかもやっぱ持ってね、そうそう、で一緒にできる振り付けがあったりするとか、じゃあ PV で持ってたやつは買えるんですか。はい、買えます。あ、はい、同じもの、同じもの買えます。すごーい、もうすぐチェキラですね。はい、もうチェキラチェキラ。また話が変わっちゃうんですけれども、どんどん変わってください、大丈夫です突然なんですけども、はい、なんか体脂肪率が 10% っていう噂をね聞いたんですけど、一番すごい絞ってた時は 10%、11%、昔からずっと幼稚園の頃からダンスをしてて、でもさすがにね体も疲れてることがあるんで、そういう時はゆっくり半身浴だとか岩盤浴に行ったりとかして、とにかく汗をかきたい、なんか発散させたいみたいな、そうそうそう、そうするとやっぱりこう、ね、肌の調子も良くなってくるし、もちろん絞られるし、そうそう、ダイエットってしたことあります？ありますよ。でも元から、そう思うじゃないですか。思います。めっちゃ私18の時にデビュー前ですけど、本当に60キロ行く手前、58キロぐらい、全然見えない私も今もう絶対戻りたくないですもん。全然ない、元から細いって言い方しますもん、本当に。でもそこからやっぱこうメディアのお仕事をいただくようになって、あ、これじゃまずいと、こう周りで頑張ってる人を見てて、自分がこう全然違うと気づいて、そこでこうすごい努力をしましたね。でも極端に食べないとかじゃなくて、もうお腹空いたらとりあえずご飯の時間まではガムで耐え切るみたいな。でもすごいですよ、ガムをずっと噛んでるじゃないですか、顎がシャープになってるんですよ。あ、そうなんですか。ちょっとやってみよう。すごいですよね。私この前ジム行ったんですよ、はい、体脂肪率上がったら30代の体脂肪率大丈夫ですか。いや、でもマジどうしようとか思ってた。今動くの嫌いだしみたいな。で一応ジムは通ってたんですけれど、はいはい、なんかやっぱなんかあんま続かなくなっちゃって、なんかその私が求めてるスラッてしてるものと、ジムが求めてるスラッてしてるものの、まあ、すれ違いとかもいろいろあったんですけど、なんかふくらはぎだけなんかすごいやたらなんか
たくましく、そうそうなんですよ、楽しくなっちゃってどうしようどうしようって思って、で結局なんか、まあ、ジムはもうやめて、まあ、とりあえず自分でウォーキングしたりとか、そうなんですよ、2人気分歩いたり1人気分歩いたりとかしてるんですけど、もう体脂肪は高くて私測れないんですよね、本当にマジやばこれじゃないですか。でもね、でもね、すっごい楽なあれですけど、あの方法なんですけど、この間テレビでもやってたんですけど、普通に歩くじゃないですか、うん、でその歩く歩幅を少しだけ大きくしてあげるだけで、うん、あのちょっと足だけ使ってたものがこう、あの太ももからちょっと腹筋にまでくるんですよ、そうそう、だからヒップアップとかにもつながるし、ちょっといつもよりも10センチぐらい5センチぐらいちょっと大きく、あの一歩を、そうですね、歩いてあげると全然変わってくる。やってみます、掴むと、そうですね、そうですね、お幅と、はい、せーの、かわいいガールジャパン。